こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらになります。9月のね、21日発売のロングタイプトミカのナンバー150、エノデン300型になります。はい、でですね、これ実は私ちょっと勘違いしておりまして、10月のね、第3土曜日に発売されるものだと思ってたんですよ。で、これね、1ヶ月前の9月ですよね。9月の第3土曜日に発売されてたということでね、まあ、気づいたの昨日だったんで、ちょっと昨日購入してきました。ちなみに価格はね、私エディオンで購入して830円でした。ということで、とりあえずこのね、ナイロンのパッケージはね、まあ、こんな感じになります。あれ、これなんて書いてるのかな。で、ちなみにこれ、英語な、これ、エノデン違うな、江ノ島。江ノ島エレクトリックレイルウェイタイプ300か。はい。300英語で300ね。はい。タイプ300になります。で、日本語だと、エノデン300型ってことですかね。はい。まあ、こんな感じで。ギミックは、これ、ドアの開閉があるみたいです。そして、あと、この後ろにね、この車両のことがちょっと詳しく書いてあります。まあ、気になる方はね、一旦停止して見てみてくださいと。で、あとは、ま、こんな感じになっております。ということでね、早速開けていきますと。よいしょ。で、オフということで、で、この中に、ああ、こんな感じで入ってるんですね。で、しかもこのパッケージすごいね。わ、ちょっと中にこれ入ってるんですけど、すごいこれ飾れるようになってますね。ね、ここに車両乗っけてこう飾れたり、あとこっちもそうだね。こっちもだ。こうやって飾れる。わ、いいね、これ。で、あと、これはパンタグラフだね、これ。ああ。ほら、こんな感じのパンタグラフが入ってますね。ね、このタイプですね。ハイタイプっていうのかな、このタイプ。上がってる方と、こっちですね。閉まってる方っていうんですかね。はい。になりますね。って感じのね、車両なんですけど、これはもう、連結状態ですね。はい。おー。ああ、ここですね。ここにパンタグラフをね、取り付けるみたいなんですけど、上はまあこんな感じになっております。で、横。おー。で、ドアが開閉できるっていうことで、ちょっとドアね、半分開いちゃってるんだけど、まあこんな感じです。これはもう開いちゃうんだね。ドアはどっかで操作するわけじゃないですね。もう勝手にこうやって開いちゃうみたいですけど、まあまあいいですか。あ、違います。これね、ドア操作できます。で、ちょっと分かりにくいんですけど、これ、ちょっとクリアパーツのこれレバーがあるんですけど、ここと、ここと、あとね、こっちも2つあって、このレバーで、こんな感じでドアの開閉できるようになっております。で、こっち側へキュッとやるとね、これ止まるようになってます。これ、開く方はね、ちょっと止められないんですよね。開く方は止まらないんだけど、よいしょ、閉める方はカチッとなってね、ちゃんと止まるようになっております。で、ね、ちょっとこうくねくねとね、ちゃんと動くようにはなってますね。はい。そして、で、正面はね、まあこんな感じになっております。まあ、こんな感じっすね。で、横はこうですね、アップすると。で、こちらもこんな感じ。いや、このね、色の塗り分けとかも非常にいいんですけれども、このね、下のこの部分もね、結構細かくね、作られております。はい。で、こちらはこんな感じ。どうかさかな。はい、アップすると、まあこんな感じでございます。これ窓の部分はね、クリアパーツで使われてますね。はい。で、横はまあね、こんな感じになっております。あ、ドアが開いちゃった。ドア開くとね、こんな感じ。これもクリアパーツですね。あ、そうだ。クリアパーツになってますね、全部ね、ここら辺も。はい。まあ、こんな感じになっております。で、下は、こうですね。ここなかなか、
いい感じになってるんですけれども、パンタグラフね、ちょっとつけてみましょうか。ハイタイプでいいのかな。はい、こちらをよいしょ取り付けてと、こっちもねよいしょ取り付けてと、パンタグラフつけるとまあこんな感じになります。あ、まあ悪くないですよね。うん、まあ、こんな感じのパンタグラフになっております。ちょっと横から見るとなんかもうちょっと、はい、じゃあ低い方を取り付けると、よいしょ、こっちもよいしょ、はい、低い方をつけるとまあこんな感じですね。はい、まあこんな感じで、まあ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 、これはまあこんな感じかなというもんですね。パッケージはこうなってるんで、ハイタイプつけてた方がいいんですかね。ここもうちょっとこうくり抜いてて欲しかったっていうかね、うん、まあそんな感じはしますよね。はい、まあこんな感じです。じゃあせっかくだからこれですよね。はい、でちなみにこれ乗せてみるとまあこんな感じでね、あああなかなかいいんじゃないですかね。こっちに乗せてみましょうか。踏み切りの方にも乗せてみるとこんな感じ。あ、じゃあ、ちょ、悪くないですね。うん、いい感じですよね。これ飾って置けそうですよね、こんな感じでね。はい、ちなみにこれ横から見ると、まあこんな感じで。うん、かなりいいですよね。まあ雰囲気はね、結構出てますよ。で、もう一回ね、こっち側、これはこれでね、ちゃんと雰囲気も出てるし、うん、まあ、これなかなかいいアイディアじゃないかなと思います。で、これやっぱ切り込みがちょっとついてるから、本当はこれ分けるんでしょうね、きっと。で、やっぱりね、ちょっとレールにも乗っけたいなと思うんで、とりあえずはこのプラレールのレール、ね、これ多分プラレールのレールはね、乗らなかったような気するんですよね。ちょっとプラレールのレールだと綺麗にね、やっぱ収まんないですね。39号の時もそうだったんですよね、確か。そうですよね、ここの真ん中のこの幅とここのね、前と後ろの車輪の幅が違うんですよね。で、前と後ろはこれね入るんですけど、真ん中がこれやっぱね、ほらはみ出ちゃうんですよ。やっぱこうなるとね、この N ゲージですよね。 N ゲージのレール、前と後ろのね、車輪は入るんですけど、真ん中のがちょっとやっぱりこれ幅広いんで、これ入んないですね。いやー、これ入ってくれたらな。まあまあまあいいですか、まあ、ある程度ちょっと乗っけてみたらこんな感じでね。やっぱりね、レールは N ゲージの方が雰囲気出ますよね。ああ、いいですね。いいですね。これでこうですよね。どうですかね。これこんな感じにこう置いてみると、まあ、なかなかね、いい雰囲気になるのかなという感じでございます。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらの2024年の9月の21日に発売されたトミカナンバー150江ノ電300型。こちらをね、紹介してみました。まあ、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。